はい、どうも、ビタズファクトリー工場長ビタでございます。というわけで、今回紹介したいカメラ、キャノンのイクシーデジタル700という、機種でございます。で、まあ毎度のことながらも、全てご覧いただいている方いらっしゃるかどうかわからないですけど、一人べしゃりを挟んで動画と、まあ、このサイクルでやるのがなんか一番なんかこうしっくりくるというか、まあ、1日1本ね、喋ってで、カメラ紹介してっていう1本、まあ、まとめて20分か20分ちょっとになるんですけど、撮ってっていうのがなんか一番こうしっくりくるなということで、まあ、当分そういうサイクルでやりたいなと思っております。でね、まあ、予告編の動画作るのも楽しかったりしますし、まあ難しいなと思いますけどね。なんかそのテレビとかでもやっぱり予告って次の放送で流すものをダイジェストでこうポンポンポンとなんかこう見るものを引きつけるような感じでね、編集されてますんで、やっぱりプロの方は、なんかそういう風なこともね、テレビ見ながら変に考えたりとかするようになってしまいましたね。なんか余計なことを考えてばっかりっていうのが、なんかいろんな趣味が広がるにつれて増えていきますけども、前回の、一人べしゃりの際にペットの話をしまして、まあ、その時に昔犬を、飼ってて、幼稚園ぐらいまでは2匹飼ってて亡くなって、で小学校入った時に入ってちょっと経った時に、1匹飼ったんですが、なかなかのやんちゃ坊主、でしたので、おばあちゃんの足を噛みまくりで、ペットショップに、お返しするという事件があったりだとか、でその次来た、犬キャバリア、あ、ちなみに噛みまくってたのはダックスウントですね。で、もともと飼った2匹はヨークシャテリアでしたね、確か。で、そのキャバリアが、小学校6年とかぐらいですかね、来まして、で、まあすごい可愛い、なんかね、家に帰ったら何も知らんとね、家に学校から帰ったらなんかこうトコトコトコってこう走ってきてね、ちっちゃい犬が、ですごい、あ、なんかおばあちゃん飼ったって言ってすごい嬉しかったのは覚えてます。その瞬間、その時のあの映像はまだ、脳裏に焼き付いてますけれども、すごい可愛かったですね。まあ、あの晩年というか、まあ、もう今亡くなったんですけど、亡くなる前とかはね、白内障とか、そういう風な感じになっちゃって、結構、病気いろいろ他にも、内臓とかもちょっと悪かったりだとか、して亡くなったんで、まあ、その時のちっちゃい可愛い面影はなかったんですけどね、まあ、おばあちゃん最後まで可愛がって、育ててましたので、まあ、あの犬の方もね、あの愛情を受けて、まあ、幸せな人生だったんじゃないかなと思いますっていう、まあ、そこまで深い話しませんでしたけど、それをちょっと考えて、思い出してた中でですね、すっかり忘れてることがありまして、その、まあ、犬飼ってるのとは別でですね、ハムスターが欲しい時期があったんですよ。で、まあ、ペットショップ行ってもハムスター見て、かわいいなって、まあ、子供ながらにね、思って。で、親戚の家で、僕とまあ、年齢の近い、親戚の子がいまして、で、まあ、子供の頃はよく家族ぐるみで、行動したりとか、いろいろしてまして。で、まあ、その親戚の家に行ったらハムスター飼ってた時期があったんですよ。でめっちゃ可愛いなって言って、で遊ばせてもらっていったらねとかやってて、でまあどうしてもまあうちでもハムスター飼いたいなって言って、なんとかならへんかなって、まあ親に相談して、で近くのペットショップに見に行ったんですよ。で
まあ、ちなみにそのペットショップはね、あのおばあちゃんの足を噛みまくったダックスフントを、買ったペットショップなんですけど、家の近くなんでね、すごい、そこに買いに行きまして、でなぜかその何がどうなってそういう結果を生んだのかわかんないんですけど、ネズミを飼ったんですね。ネズミといってもあのその辺ドブとかにいるネズミとかじゃなくて、ちゃんとペット用としてまあ綺麗な状態でね保護されて生まれて、育ってっていう、まあ、子供の状態ではあるんですけどっていうのをね、買いまして、で最初2匹か3匹飼ったのか、最初1匹飼って追加で2、3匹飼ったのか、ちょっと覚えてないんですが、なんかまあまあもう今になったら考えたらわかるんですよ。あの一緒のケージに入れてたんですけど、もうあのすごい子供が増えていくんですね。で合計多分20匹超えたりとかしてたかと思うんですけど、まあ飼ってて、でもう赤ちゃんがね、ピンク色、まあピンクか、ピンクと肌色の中間みたいな、肌の色をしてまして、産毛が生えててすごい可愛いんですよ。まあそのなんか 目がまあ開いてなかったりとかする時期もありますよね。まあその時期とかもまあ見てたりして、すごい可愛くてね、まあその瞬間というかその当時の、まあ、どんな感じかっていうのはすごい、覚えてるんですけど、結局それが20何匹になって、ケージもめっちゃでかいケージに入れて買って。なんかくるくる回る、走ってくるくる回すあのおもちゃとかハムスターがよくやってる、いろいろ買ったりとか、まあスミカ、なんかこうダンボールのスミカみたいなとかをね、まあ入れて育ててたんですけど、その後まあまあもちろんそんなに寿命を短く長くないんで、まあ、1年2年とかですかね、で亡くなっていって、で家の庭に埋めたりして、で悲しみながらねおばあちゃんと一緒に、埋めたりしたのは、なんとなく記憶の片隅にあるんですけど、まあそんなこともすっかり、忘れてまして、でそれを思い出したら、ハムスター欲しいなと、犬は無理でもハムスターならいけるかもしれへんということに、なんかまあ脳みそがね、まあ、悪循環というかになりまして、まあまあ結局はね、あの買うつもりはないんですが、やっぱりこう買おうかな、どうしようかなみたいなね、まあ悩んじゃうという、まあ買ったとしても結局ちゃんと育て、ハムスター1匹も育てられへんのかいっていうね、いい大人な感じなんですけど、どうなんでしょうね。ハムスターでもね、やっぱり知り合いで、まあ、ハムスター飼ってる人がいて、でこの前ちょっと前かな、なんか亡くなったと、でその知り合いはお子さんがいるんで、まあ、お子さんがすごいこう泣いてとか聞いてると、やっぱりなんかそういうことも踏まえて、飼い主の責任として飼わないといけないと、まあそういう前提でね、やっぱり、飼って可愛いって言ってるだけじゃダメなんで、そういうことも考えると、どうしようかなと、思いながら、結局まあやっぱ嫌ですしね、悲しい、すごい可愛がって育てた挙句ね、1年2年で亡くなっちゃうっていうのは分かってることですから、やっぱり悲しいしっていうので、結局は諦めることにはなるんですが、まあまあなんかなんやかんやで結構犬飼ってたり、そのハムスターじゃなくてネズミを飼ってたり、なんか他にも、もっと飼ってたことがある気がするんですけど、ちょっと思い出せないんで、あ、カブトムシとかかな、カブトムシ飼ってましたね、クワガタムシとか、なんか夏場にね山の方に、おじいちゃんおばあちゃんと一緒に出かけて、取りに行って、で、何匹か捕まえて一緒のカゴに、カゴっていうか一緒のケージに入れてたら、共食いしちゃったんですよね、っていうことはすごい覚えてます。でもうすごい嫌でしたね、なんかこう げんなりするっていうか、もうなんかそれもあってか今はすごい虫嫌いです、嫌いというか、なんか
未だに怖いですね、虫って触ったりするのが。っていう、まあ、ちょっと嫌な思い出、もあったりしますけども。まあそういう、ペットもね、そのうち飼いたいなとは思ってます。何がいいですかね、おすすめ。亀とかかな。亀とかでも難しい。まあ、イクシーって、コンデジ、ザ・コンデジみたいな感じだと思うんですけど、このイクシーはちょっと違うんですよね。まあ、やぼったいというか、マニュアルっぽいのがあるんですけど、別にね、どうでもいいかなって僕は思うんですけど、イクシーデジタルの3桁シリーズはいいですよ。